転倒しましたんで、はい、鶴田選手に魂の大一番が始まります。大歓声に包まれました日本武道館。さあタイガーがやってきた。文字通りデビュー以来最大の試練を迎えましたタイガーマスク。宿敵小林を破り歌舞伎との壮絶な戦い、そして今最大にして最強の男長州力と相対します。ちびっこファンの熱い視線が声援が会場からブラウン管の向こうお茶の間から痛いほど彼の背中に飛び立っています。さあそしてテーマが変わりました。歓声が一段と大きくなっています。その長州コールの渦の中をジャパン軍の総帥長州力がやってくるぞ。俺たちは最強の軍団だ、絶対に負けない、そう言い切りました長州力。ジャパン軍の総帥として日本マットの頂点に立つチャンピオンとして己のために仲間のために、そして俺たちの時代を証明するために死力を尽くして戦います長州力。ちょっと緊張の面持ちだ長州力。いよいよ軍団構想オーダー真っ赤に燃え上がります。今まで誰も見たことのないスーパーバトルが今始まろうとしております。長州力入場。試合の方は30分一本勝負で行われます。試合に先立ちまして両選手に日本テレビ並びに番組のスポンサーより豪華な花束が贈られました。これが長州力、そしてタイガーマスク。両選手ちょっと緊張の面持ちであります。両選手の紹介。タイガーを倒して KO の証明をするか長州力。相手は長州であります。そこはないタイガーマスク。さあ山田さん、ファン期待度ナンバーワン、注目度ナンバーワンのカード、こう申し上げていいですね。そうですね、とにかくタイガーマスク選手にとっては大変な試練、はい、今日は1対1、何としてでもこの戦いを自分にいい形で乗り切ってほしいと私は思いますね。そうですね、耳をつんばくばかりの長州コール、タイガーコール、運命のゴングが鳴りました。秋田大会のリング上、くじ引きという運命の糸が2人の対決を実現いたしました。今その運命のゴングが打ち鳴らされたところであります。あのくじを引いた時の歓声が、そして今夜の歓声がそれを証明しております。さあロープブレイクどうでしょうか、見ましょう。長州力クリーンに分かれました。ここまでは五分五分の展開。これまで全日軍ジャンボ鶴田、そしてサムソン冬木の2勝。さあシルバータックル、これは長州力が勝ちました。そして首4の字、山田さん慎重ですね。うん、はい、やっぱりね、なんていうか慎重と言ったらいいのか、はい、このまだペースがつかめないのか、その辺私にはちょっとわからないんですが、本当にどうも違って見えますね。そうですね、これは一体この首を持ちどういう作戦なのか、何を意味するのか。とにかく長州力の相手は全日本の新しい力タイガーマスクであります。これを倒すのはリーダーの責任、こういうことが言えるでしょう。まあ、タイガーもね、長州という名前にね、はい、ちょっと気をされしているところがあるでしょうからね、だから最初のやっぱり自分の方から攻めていくということはちょっと無理みたいですね。山田さん、この戦い模様を見ておりますと、このねちっこい展開、あの歌舞伎とタイガーの一戦を思い起こすような、そんななんか序盤戦ですね。そうですね、はい、まあ、確かにね、その長州というね、まあ、大看板ですからね。しかしもうこのところタイガーマスク選手はね、いろんなすごい敵と戦ってますからね、はい、僕はもう大いに今晩期待してるんですよね。長州力184センチ120キロ、そして今トーホールドで攻めておりますタイガーマスク、186センチ108キロであります。馬場さん、こういう関節技といいますか、こういう技をタイガーマスク多用するようになりましたね。そうですね、はい、とにかくどんどんあの関節技をね取りに行って、はい、後ろへ回ってね、ええ、掘り投げるという方法をね取った方がいいと思いますね。正面に立つと危ないと、やっぱり互角にね、戦おうというんじゃなくて、やっぱり相手の隙を狙って何かをやろうという方法の方がいいと思いますね。さあこの体勢から逆肩エビ固めに、肩エビ固めに入ろうというところであります。長州力体が45度反転いたしました。今度はタイガーの攻めであります。リングの中央ステップオーバー、肩エビ固め入りました。これはどうですか、
リングの中央ポジションもいいようですが、馬場さん、この攻めは、まあ、タイガーは攻めてはいますけど、はい、長州にそれほどダメージはいってませんよね。そして足に攻撃を集中する、4の字ですね。4の字です。今5分が経過しました。今左足取られてますね。まだ完全に復活しておりません。山田さんお話のようにまだ完全に復活しておりません。左足を取られています。もしここでうまく決まれば、大体中央ですね。そうですね、ちょっと逃げることが無理ですが、あっと外れました、外れました。これはサソリへの、あーなるほど、4の字からそのままサソリ、これは体勢的には馬場さん可能なわけなんですか。可能ですね、可能ですね。4の字からサソリへ移行しました長州力。あーこれはちょっと思いもよらなかった。そしてグラウンド、グラウンドです。アキレス腱頭のような格好、ちょっとになりましたが、ちょっとなりましたが、両者ゴロゴロと転がって、そしてエプロンの近くであります。関節技が続きます。両選手この展開、山田さん予想しましたか。いやそれはね、どういう展開になるかってことはね、ちょっと予想できないですよね。まあ、あのケースバイケースでね戦っていくんでしょうから、まあファンとすればこの長州本来の力ラリアット、あるいはサソリ、こういった長州らしい戦い方で、タイガーを破ってほしい、そういう、まあ、思う長州ファンなんでありましょうが、序盤戦はご覧のようにねちっこい展開、グラウンドの展開が続いております。リングの中央です。これは長期戦の様相になりますとどうでしょう。山田さん有利不利がありますが、いやこれはね、その中の攻め方にもよってね、自分のスタミナの配分がね、どっちがあのスタミナを失ってるかっていうことなんですよね。まあ、今のところやっぱりあの攻めとしては長州選手の方が多いですよね、はい、そうですね、ただね、タイガーマスク選手はいつものように飛んだりということはないんで、はい、まだまだあのスタミナ温存してると思いますけどね、やっぱ粘りっこい攻めでやられますとね、じわじわと失ってきますよね。野生に帰ることができるかタイガーマスク、今ちょっと長州の攻撃を受けております。もつれ合うようにテプロンの方へ、あちら側サイドどういう展開を見せるか。今ね、あの体勢の中でもあの、タイガーマスク選手がね、長州選手の左足をがっちり引き取ってましたよね、取ってましたね、やっぱりいいと思いますよ非常に。さあ両選手スタンディングポジションを取りました。ここからの展開でしょう、ここからの展開でしょう。さあどうだ、長州が仕掛けた、タイガーマスクをロックステッエルボー、まずはエルボービシャッと決まりました。スピードによったエルボー、そして今度オランダ、おっともう一度持ち上げてオクラホマスタンピートか、オクラホマスタンピートだ、これは珍しい、これは珍しい、長州がそのままダーッといった、そのまま対角線から対角線、コーナーからコーナーへ走りました。山田さんどうですか。いやすごいですね、やっぱりすごいですね。一度持ち直しましたけどもね、思い切っていきましたね。そしてサソリ固め、サソリ固めの体勢へ入っています。サソリの毒を味わうことになります。タイガーマスク、山田さん先ほどのお話の中にタイガーマスクがそのサソリ固め外しを考案したといいますか、何回かやってますよね。ああそうですか、非常にあの、はい、体柔らかいでしょうからね、これなんとかやり方によってはまともに食わないで逃げると、ね、昨日おとついやってね、リングの上で教えたっていうか逃げ方をね、なんとこうして逃げられるんじゃないかって僕が相手になってね、ちょっと研究したんですけどもね、割り体が柔らかいですからね、はい、やはり体をねじってなんか、ね、やると思いますよ。あそうですか、まずはロープ逃げました、まずはロープできればね、はい、そうですか、長州のサソリ固め封じを、考案したと、こういうことであります。タイガーマスク、あっとしかし長州にはラリアットもあります。対角線、厳しい攻めだ、厳しい攻めだ、長州力、責任感の非常に強い男であります長州力。おっとスピッと立った、1回転ちょっとバランスを崩した、しかしあっとレッグラリアット、レッグラリアット回転して一発決めた、そしてもう一発、連発、タイガーマスクが主導権を握るか、そのままカバーの体勢、これは山田さんヘビー級に通用する刺激ですね。あっとお待ちください、バックドロップ、切って返す長州力、いやーしぶとい長州力、ファンが俺に次は何を期待するか俺はよく知っている、このように語りました。控え室バックドロップの連発、バックドロップの連発、そして手をしのいているぞ、ラリアットへの助力を見せるか。さあ四方のロープが大きく揺る、ラリアット絡み、なんだフライングボディアタック、タイガーが飛んだ、抑え込んだ、カウント2であります。タイガーもよく研究しています、長州力を研究しています。フィッシャーマンズスープレックスホールド、カウント2です。
激しい攻防、もうちょっと目が離せません。さあどういう展開か、ジャーマンだジャーマンだジャーマンだ、長州をジャーマンに決めた。なんだカウントスリーか、惜しい、非常に惜しい。長州力もちょっと後頭部を抑えています。10分経過、10分経過、ボディースラムだ。今度はトップロープ、いよいよ空中技、空中戦法を出していくのか、空中殺法か。なんだミサイル結果、一連の技はこれは完全にヘビー級にも通用します。山津に攻めていくことですね。馬場さんからそうだそうだ、こういう声が飛びました。山田さんどうですか。もちろんそうです。これはねどんどん攻めていかなきゃダメですね。波状攻撃だ、波状攻撃だ。あっとこれ見透かされた。ここでサソリか、これサソリか。馬場直伝のサソリ外しを見せろ。タイガーマスク、あーっと入ってしまった。ステップオーバー。まあ、ここで長州がね、随分腰を下ろしますからね、ちょっと今逃げにくいですね。ちょっと逃げられなかった。さあ、タイガーマスク苦しいぞ。腕立て伏せだ、腕立て伏せだ。おっと、これだ、これだ、これだ。そそり外した、そそり外した。山田さん、見ましたか。いや、見ましたね。これはやっぱり、予想した通り外しがありましたね。はい、しかし長州も、これは執念だ、これは執念だ。長州の執念が光る、2度目のそそり、いや、今夜3度目のそそり。1回目はロープブレイク、2回目は馬場直伝のサソリ外し、そして3回目はどうだ。がっちりと決まっている。ポジションも山田さん真ん中ですね。そうですね、ちょっとね腰が随分落ちてますね。ここでタイガーマスクが長州を破れば全日本軍3勝1敗1分けと負けはなくなりますが、どうでしょうか。ここまで2勝1敗1分け、2勝1敗1分け、3勝目をもたらすか。それでもタイガーは長州の腰を浮かせなきゃいけないんですよね。ああなるほど、腰を浮かさねばいけませんが、ちょっともうかかってから山田さん40秒50秒ぐらい経ってますね。手元の時計では、あー行きました行きました。もう一度見せるか、あー潰れた、潰した、潰した、潰れたというより潰した。長州力、これは少年だ。今こそ俺たちの力を誇示する時が来た、そのように試合前言っていました。長州力、サソリ固めが完全に入っている。俺たちの時代を証明するか。長州力もう一回行った。何するものとタイガーマスク体をひねる。馬場直伝のサソリ外し、サソリ外し。馬場さんまだ行けますか。おっと外した。山田さん長州力外しましたよ。そうですね、完全決着はラリアットルというのか。タイガーマスクもうろうとしている。ラリアット、力ラリアット、もうバスカウントスリー。タイガーマスク破れる、タイガーマスク破れる。長州力タイガーを下しました。壮絶な戦い模様を見せました。長州力とタイガーマスクの30分一本勝負。まあ、やっぱりさすが長州ですね。そうですね。でもね、タイガーマスクもよく戦いましたよ。初対戦というシングルマッチでね、まあ、それだけ長州を痛めればいいんじゃないですかね。これね、馬場さん、このタイガーの戦いぶりは全日本の士気も高めますね、負けたにしてよ。そうですね、はい。ですからもうこれやっぱり悔しいでしょうからね、はい、その今日負けたことをよく考えてね、また次にやって今度は勝つという方法ね、そういうことを身に頭に入れてもらいたいと思いますね。サソリ固めを何度もしのぎました。そして最後はしかし転倒を呼ばず長州力の力ラリアットに進みました。12分25秒、タイガーマスク敗れました。しかし山田さん、これでタイガーマスクは一釜も二釜も抜けますね。そうですね、今日はね大物とあそこまで戦ったんですから、はい、今日ねいい教訓として頑張ってほしいですね。これからのタイガーマスクの活躍に期待しましょう。12分25秒、注目の一戦、長州力タイガーマスクの一戦は12分25秒、長州力が力ラリアットでタイガーマスクを仕留めました。これで全日本とジャパン2勝2敗1分け、また五分に戻ったわけであります。